士官にまでこんな狂信者が生まれているとは。俺も魔導機なしでこんな力を。こいつと同じか。お前たちは一体。俺はレオン・ストロール。ただの田舎貴族だ。クリンゲルが言ってたろ。人間に襲われた村を見捨てたことがあるってな。俺はその村、アリアの領主の息子だ。今さら合点が言ったよ。道理で早馬を送っても助けが来なかったわけだ。あの悲劇がルイの策略のせいだというなら絶対に許せない。俺にも理由ができた。もう成り行きでついていくわけじゃない。改めてお願いする。俺を仲間にしてくれ。グライアス、どう？こっからは見張りの手間が少しは省けるか。認めてくれるんだな。お前たちも構わないか？とっくに仲間だ。そうか。恩に着る。改めてよろしくな。誇り高き貴族ストロール、彼こそ戦士の美徳を心に宿す者。彼との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。お前と志を共に。もしかしてあんたも感じた？何これ、例の魔法と関係あるのかな。考えてみると、あんたが目覚めた途端、なんでストロールも急に同じ力が使えるように。これって一体。え、何？ちょ、ここどこ？何なの？驚いたな。ここへ迷い込んでくるとは。妖精か。もはや滅んだと思っていたが、エルダの里ではまだ生きているのか。うわ、何その失礼な言い草。思っていたより早い再会になったね。まさか君以外にまで新たな目覚めが。これは奇跡か。仲間の彼が得た力、あれもアーキタイプの一つのようだ。アーキタイプを本来の魔法だと言ったこと覚えてるかい？まあ大体は。例えば君はエルダ族だね。社会の鼻つまみ者。ひどい話だ。君の背負う定めだな。誰しも定めに苦しむ。でもその恐れや不安こそ自分に眠る力だ。向き合い従えてしまえば未来など自由に選べる。そして人々は苦難の中でそれを体現して見せた者の生き様を英雄譚として語り継いでいく。仲間の彼にも定めと、それゆえに信じる道や美徳があった。だから君を見て目覚めたんだ。君を守るためのアーキタイプね。ちょっとあんた誰？どこまで知ってんの？言っとくけど、彼に手出したら承知しないから。随分つながりが深いんだな。まあ最初はそうでもなかったけど、今じゃ運命共同体だし、心の奥でつながってんのでしょ。そうだな。私、お互い背中預ける関係っていう、そういう覚悟なんだからね。神秘の妖精ガリカ、彼女こそ魔術師の美徳を心に宿すもの。彼女との絆を育てることであなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。あんたを迷わせない。これが私の役目。
興味深いな。今ので分かったろ。君は他者の覚悟ある生き様に触れることで新たな力にできる。そして自分や仲間たちがどんなアーキタイプで戦うかを選び、使い分けることさえもできる。例えばそう、もう一人の連れの眼帯の男。どうやら彼はアーキタイプについて鍛錬した経験があるようだ。本人の言葉通り、物にならなかったんだろう。だが、君が望むなら、正しく目覚めさせることができる。え、グライアスも同じ力使えるようになるってこと？探求者のアーキタイプの特性。いや、君自身の特性かもな。やはり君は何か特別らしい。さあ、早速試してみようじゃないか。これはね、つまり学びはあるということだ。興味深い。どうする？
だ。これ見てくれ。先ほども言ったが、どうも君は特別だ。力に目覚める者たちが自然と集うことになるだろう。君が力の系譜をはるか頂点まで極めていくためには、より多くのアーキタイプを得て
それらを結集させる必要がある。なぜなら英雄とは孤立していては異端者に過ぎないからだ。多くを救うには多くの人の多くの力とつながらなければならない。人々のために多様な英雄の力を目覚めさせた者だけが真の意味で未来を選べる王者となるだろう。今後は君が自らの意志で僕を訪ねてくるといい。例の僕の本を開いてここの景色を強く思い浮かべることだ。そうすればまた意識がつながるだろう。僕はいつだって君の行く道を見守っているよ。また会おう。あれ、ここはどうしたんだ二人とも。突然ぼーっとして。ぼーっと？私たちってずっとここにいた？実は俺も何やら妙な感じだ。急に感覚が冴えてきたというか、昔魔法を修練していた頃を思い出すな。それって、じゃあさっきのは現実なんだ。グライアス、それ多分彼の影響よ。魔法って里で鍛えてたんでしょ？その時に形にならなかった技を目覚めさせたっていうか。なんだと？にわかには信じられんが、お前たち一体。正直私たちもよく分かってないの。でも多分グライアスも同じ力が使えるようになったと思う。この感じ確かにそうらしい。一度は諦めた魔法の力が今になってか。天命を感じるな。よし、気合を入れ直して進むぞ。まだ入り口を越えたばかりだ。それと戦闘ではお前に指示を仰ぐとしよう。細かく手ほどきを受けている暇はないのでな。俺も頼む。我流で行くよりお前の方が筋が良さそうだしな。頼りにさせてもらう。国葬まであと5日だ。もうあまり日がない。ここからが本番だぞ。見て。どうした？本当か？
気をつけろ。ふっ、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 ふはぁ、意外と楽勝だったな。これで片付いたみたいね。キャッサイ、よし、てやっ、ふっ、いいもの見つけたな。役に立ちそうだ。キャッキャッカハッ、一気にする、先制攻撃だ。くーっ、下がるよ、シーカー、風よ、やるぞ、分かった。マーヨットの足を染み合わせ、爆炎お詰めを頼む。最善を尽くさないとな。うら、仕上げだ。よし、うまくいった。残り1体、あと行くぞ。これが本物の魔法だ。正義、はぁ、思ったより耐える。ふっ、やっ、よし、俺たちの勝利だ。こんなとこだな。近くにまだ敵がいるぞ、気をつけろ。この戦い、すぐに負けられない。先制させてもらう。他の遠距離に、シーカー、突きやれろ。まだいるよ。どうしたと思ったら違う敵が。自由な旅、シーカー、風よ。敵の増援、まだいたの。みんな、まだ終わってないわ。自由な旅人の力、シーカー、突きやれろ。最後まで油断たまらない。マジシャ、遠距離からだ。終えろ。挑む相手を間違えたな。スッカッテアッ、フッセッギャッ、広いもの、スッカッ、どこかで使えるだろう。フッセッギャッ、いいわね、やるわ。キャッカッカッ、スッ、続けて攻める。間合いを取る。慌てることも遠距離でやるぞ。爆炎、正義のために悪はただ叩き切る。残り一つ、こんなとこだな。残り一体、あともうちょっと。ふっ、やっ、さて、さて、はこんなところで止まってられない。よし、また強くなったよ。